何をテーマに作ったやつ？あの、うん、海辺の、うん、あの町の一部を作った、うん、海辺の町、うん、これが海？こっちは？これが海？で、こっちは？こっちが町。これ町？うん、あの、ちょっと半分つながったあの、うん、海辺の。こっち何？これは何？あの、ここはあの、うん、レストラン。おお、レストラン？こっちは？あ、こっちはあの、あの、こういうカートとかやるやつで、うん、これはあの、こうやって後ろから入れると、うん、前に出て製造されてるみたいに見えるようになってる、うん、え？これ何？アイス？これアイス。へえ、これ作ったん？ついてたやつ？ん？作ったん？これ別々のやつをこう載せただけやけど。え？これ作ったやつなんや、うん、で、アイスが作るように、うん、ここから？ここから入れると前に落ちる、うん、へえ。ようにしたん？うん。これは何？このなんか刺すの？これ。あ、これは海に行くときに魚を取るときに。へえ。ここも工夫したん？うん。これ何？なんか入ってる。なんか入ってる。あ、こっちもアイス入ってる。あ、作ったやつ？うん。これ誰か持っていくの？あ、売りに行くんや。これは何入ってる？ポップコーン？ポップコーン。お、人がいるやん。うん。へえ。おお、すごいすごい、かわいい。こっち高級レストラン。なこれ何？何？あ、あ、日傘。うん。これは？何これ？日傘さすところや。これじゃあこう、これこれ。この水色と白。ああ、ここはアイス入れるところ。ああ、バッグ？うん。へえ、ちょっと見して。ついてたん？これ。うん。ついてたん？うん。うん、これはあったん。で？でこっち側からホテル。うん、ホテル入って。でここホテル。ここ何屋さん？ここレストランで、あの高級レストランをイメージして作ったから、うん、これ机が少ない。あ、テーブルが少なく、うん、高級レストランやけどネズミいるよ。あ、これはあの、うん、危険なネズミ。危険なネズミでかない。あ、研究所から逃げ出した。これ何食べた？